感動、カールマーンは、ハンガリーの技術者で発明家である。感動は、ファソリギムナジウムで学び、1888年から1892年まで、ブダペスト工科経済大学で、機械工学を学んで、その後1年間オーストリア・ハンガリー帝国海軍で、志願兵をした。その後、パリのフィベリールで働いて、そこで、新しい多層交流の技術に傾倒した。 感動は1894年に、ブタペストで、ガンツ社のマネージャーをしていたアンドレアス・メフバルトから、ガンツに入社できるという良い知らせを受け、そこで、ジッペルノースキー・カーロイア・アブラーティー、オットー・デイリーミク社などに出会うことになった。彼は、そのすぐ後に建設部門のリーダーとなり、特に鉄道設備への参照交流の適用に、関わるようになった。この目的で、彼は、 会社の敷地に800メートルの試験線を建設した。その最初の成果は、フランスのエビアン・レヴァンデの山小交流駆動の路面電車の建設であり、これはホテルへの交通を提供するものであった。1897年にアメリカ合衆国への見学旅行をした後、鉄道の電化が彼の主な活動となった。同年、イタリアの鉄道会社の SF メリディオナリが、 コモコ畔の路線を電化しようとしたとき、この仕事を受け終えるのはガンツだけであった。感動はこのために、ほとんどすべてが新しい特別な参照交流システムを開発した。この区間は1902年9月4日に開業した。同様に1902年にベラースドルフの弾薬工場で電化された引き込み線が開業した。この方式は、その後北イタリアに広がり、 1976年まで使用されていた。大銀行からの圧力のために、ハンガリー国内での鉄道電化と電気機関車の製造は遅れたため、感動は1907年にイタリアのバードリングレーへ移り、ジョビセン向けのイタリア国鉄 E550 型貨物、機関車を開発した。この型とその後継機は1930年までに369両が製造された。 彼の妻が1913年に亡くなった後、1914年の第一次世界大戦の勃発を受けて、彼は子供たちをハンガリーへ送り返し、その後スイス経由で彼自身もハンガリーへ戻った。彼はそこで軍に招集され、ウィーンの国防省で鉄道への石炭供給に関するアドバイザーをした。石炭供給の危機から鉄道網を 交流5 0ヘルツで電化する検討が始められた。ガンツ社からの働きかけにより、1917年に軍の召集が解除され、会社全体のゼネラルマネージャーとなった。にもかかわらず、彼は機関車設計者としての仕事も続け、フランスのパリオルレアン鉄道やイタリアのロメオ機関車、工場向けの機関車の設計を行った。これに続いて、 フローリズドルフ機関車工場のマネージャーのあるのデンマーの依頼で感動が設計したオーストリア連邦鉄道1180型や1470型では若干逆行し適用されたオーストリアの16と3分の2ヘルツ 15KV のシステム用の相変換システムはほとんど適切なものではなかった。1922年に彼は建設工事に対する強い苦情のために ゼネラルマネージャーとしての役割を退りき、そしてアメリカのウェスティングハウスエレクトリックのアドバイザーの地位についた。同様にこの年、大学が彼に名誉学位を送った。1923年、ブダペスト西駅から 15km の区間が試験的に新しい方式で電化され、結果としてまだいくつか解決しなければならない問題が残っている。 ものの、肝臓の考えは正しいことが明らかになった。後に、ハンガリー国鉄 V50 型となった試験機関車が改造され、1928年に試験走行を行って、成功を収め、ブダペストヘジェシュハロム間の 50Hz16KV 方式での電化が決定された。最初の区間は1932年に開通したが、しかしながら、 感動は1931年に、心筋梗塞で亡くなったため、この開業を見ることはできなかった。ハンガリー国鉄 V40 型電気機関車は、感動の名前で知られている。ありがとうございます。